片思いですか？え？あの人のこと好きなんでしょ？え？天使の弓矢です。どんな人でもあなたを好きにさせることができます。は？騙されたと思って触ってみてください。え？何これ？さあ、思いを込めて放ってみてください。当たった。何？萌さん、僕と付き合ってください。え？こうして私は彼と付き合い始めました。最初はびっくりしたけど、ずっと大好きだった人が私のことを大好きと言ってくれる、こんな幸せ私にはもう二度と手に入らないかもしれない。ズルでもいい、魔法でもいい、この幸せを手放したくない。あの時私はそう考えていました。ごめん、遅くなっちゃって。愛子たちと盛り上がっちゃって。9時に帰ってくるって言ったよね。え？約束したよね、9時に帰ってくるって。何？浮気してんの？浮気なんてしてないよ。友達とご飯行ってただけじゃん。ねえ、僕と一緒にいるのは嫌なの？こんなに好きなのに。ねえ、どうして分かってくれないの？そんな誤解だよ。私だって大輝くんのこと大好きだから。彼の愛情は私の想像以上に深く重たくなっていきました。7時には帰ってきてね。飲み会には行ってほしくないな。お休みの日はずっと一緒に家で過ごそうね。ねえ、なんで分かってくれないの？こんなに愛してるのに。ねえ、どうして？ねえ、なんで？ごめんなさい。すいません。はい。あなた、あの時の。実は前に私もあの弓矢を使ったことがあるんです。愛が深くなりすぎちゃうんですかね。全然うまくいかなくって、彼と別れようと思って。でも彼は受け入れてくれませんでした。家にも職場にも付きまとわれて、 SNS にもコメントしてきて。あの弓矢の呪いから逃れる方法は一つだけです。本当にすみませんでした。ねえねえお姉さん、片思いですか？